はい、どうもトラキチの無課金覇王ロード阪神純正編です。今日でログインが517日目ですね。はい、現在2020年11月15日の、午前8時38分なんですけども、今回はねちょっとあの契約書の方を開封して、その後に A ランク知事ミキサーもやりたいなと思ってます。はい、その前にエージェントエースですけども、あと1日と6時間残ってるんですけど、現在の進行状況ですね。はい、こういう感じです。合計オーダーポイントはもう全部終わってますけども、累計チケット獲得枚数これが806ということで、もう200個切りましたんでね、またあと1日と6時間あるんで、まあなんとか、ここまでねエナジー一つも使ってませんので、まあ、エナジー使わずに終われるかなと思ってます。はい、まあできればねそのままこのままエナジー使わず終わりたいんですけども、まあ最終的に、間に合いそうでもなければエナジーも使いますけども、まあこの感じでいけるかなという、雰囲気になってきましたね。はい、まあミッションの方も全部終わってます。はい、あとイベントオーダーも、こういう感じですね。12球団で組んで、まあ極みの選手も何名かもいますんでね、ミッションの方もクリアでしていってるという感じです。はい、あとはもうチケットだけなんでね、200枚弱、そうですね、まあエナジーなしで終わらせたいなと思ってます。はい、あとですね、CS ですね、今日も CS あるんですけど、昨日まあ、ソフトバンク4対3やったかなって勝ったと思うんですけども、まあソフトバンク勝利は予想当たったんですけどね、ちょっとスコアの方は外れましたんで、今回はこういう感じでいってます。はい、ソフトバンク勝利8対2でソフトバンク勝利という予想にしてます。はい、まあ一応ねこのスコアまで当てるとね、ここクライマックスシリーズ20エナジーということで結構大きいんでね、当てたいなと思ってるんですけど、まあこれはもう運でしかないんでね、もう8対2、まあちょっと昨日でソフトバンクに完全に流れいったかなと、今日も一気に日本シリーズ決めるんじゃないかなと思って8対2というちょっと差がついた点数にしましたけどね、8対2でソフトバンク勝利です。はい、またちょっとね、今日の1時から13時からありますんで楽しみにしたいなと思います。はい、それではですね、契約書の方開封したいなと思うんですけども、 A ランク契約書と A ランク自チーム契約書がありますんで、それを開封して、こうですね、 A ランク自チーム契約書と A ランク契約書、この後これ開封した後に A ランク自チームミキサーもやりたいなと思ってます。はい、とりあえず A ランク契約書からいきます。まあこのアカウントを阪神純正だけでやってますんで、阪神の選手できればこの後狙うエドワーズ選手来てもらいたいなと思ってます。お願いします。阪神来い、とりあえず阪神来てほしい。さあ阪神来い。おお、若月選手、オリックスですね。はい、うん、まあまあまあしゃあないですね。はい、続きまして A ランク自身も逆勝いきます。先ほども言いましたけども、エドワード選手ね、ぜひ来てほしいなと思ってます。まあ、S ランク持ってるんですけども、 A ランク限定用の A ランクがね2枚しかないので、エドワード選手、まあちょっとシリーズ1の A ランクのエドワード選手がいませんので、非常に確率は低いんですけども、来てもらいたいなと思ってます。お願いします。来い。さあこの後ね、A ランク自中ミキサーもエドワーズ選手狙いでやりたいなと思ってますんで、ここで1枚来てほしい。来い。おー、木浪選手、まあ、木浪選手はあんまり称号をそんなに持ってないんで良かったかなと思います。はい、うーん、ちょっとやっぱりエドワーズ選手は難しいかな。はい、それではミキサーの方も行きたいなと思います。何回行くかな、まあ、2回行きますね。今回ちょっと2回行かせてもらいます。先ほども言いましたけどね、エドワード選手、ぜひ欲しいんでね、ちょっと一応確認しましょうか。エドワード選手以外にもね、ちょっと欲しい選手一応置いてるもん置いてるんですけども、シリーズ2で言いますと近本選手、ソアレス選手、まあ、さっき木浪選手来ましたんで、まあ、この3人あたりかなと思います。はい、シリーズ2はね。でシリーズ1ですと、まあ、もうこのエドワーズ選手もうぜひ来てもらいたいんですけどね、ちょっと確率はかなり低いんで厳しいかなとは思うんですけども、ぜひ来てもらいたいなと思ってます。はい、それでは A ランク自治ミキサー2回やります。 1,2,3,4,5 枚、はい、この5人でいきます。エドワーズ選手お願いします。来い。さあちょっと確率は低いけど来てくれ。
エドワーズ選手、おお、糸原選手はめちゃくちゃ持ってる。糸原選手入れますわ、枠潰しに。ちょっと確率を上げたいなと思います。糸原選手入れます。能見選手も入れます。はい、この5人でいきます。エドワーズ選手お願いします。最後来てくれ、来てくれ。さあどうでしょう。一応2枠は潰しましたけど、来い。おー、上本選手か。上本選手もね、結構最近よく来てるんでね。厳しいな、やっぱり難しいですね。はい、まあ今回はこれでやめときます。はい、ちょっと撤退します。はいはい、今回こんな感じですね。ちょっと A ランク自チーム契約書、 A ランク自チームミキサー2回やったんですけども、ね、欲しいエドワーズ選手ね、来てくれませんでしたんで残念ですけど、まあ、これからもちょっと狙っていこうかなと思ってます。はい、エージェントエースもあと1日と6時間ということで、まあ、だいぶ終盤になりましたんでね、きっちり S ランク契約書を取っていきたいなと思ってます。今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。